はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。おはようございます、ムーポンちゃんです。今日も一日いい一日にしましょうはい、お仕事しましょうか。ムーポンちゃん、イベントをやりたいって言った時賛成してくれてありがとうね。じゃあ目標に向かって頑張ろうか。あー、そういえばあれですよね、またいや、なんかね、島民というかね、別荘どんどん作って、なんかいろんな人が来てくれたらイベント開けますよみたいな、そんな感じらしいので、とりあえず目標に向かって頑張りましょうね。えお仕事します。 OK お仕事始めるのね。はい、いつも通り今日もよろしくお願いします。ナティさんもおはよう、メリークリスマス。おはよう、ムッポンさん。おはよう。あ、いや、ご用はないです。大丈夫です。はい。っていう感じだが、これ多分知らないよね。エレガントなチア、22,500 ポキ買えそう、買っちゃおう。よし、今日別荘に2個作ったらなんとか買えるからね。未来のルームプレート、ん？未来のミールプレート、どういうこと？なんだこれ、あるかな、なんか未来はこんなもの食べてるんだろうなみたいな、なんか固形じゃない何かとか食べてたりとか、多分消化に良い消化に良い何かとか、そういうのとか食べてたりするんだろうなみたいな、そういうイメージなのかな。ちょっと面白いし買っちゃおうぜで、フリーこの卓上ポップは450ポキか、買っちゃいましょう。 OK よし、じゃあ一通り欲しいものも買いましたし、今日もなんとか午前中間に合ったっていうところでね、なんだ、別荘、そう、誰の別荘を作るかちょっと考えていきましょうか。いい匂いがして心が安らぐリゾートな空間で過ごしてみたい。乙女のあたりは緑に囲まれて綺麗な花を咲かせる。ほう、いい匂いがして心が安らぐ、なんかアロマ的な家具がいっぱい使えるのかな。でこっちの人は緑に囲まれて綺麗なお花を咲かせる。緑、なんかそれは前回みたいにオレンジに囲まれてみたいな感じでカラー的な話してる、それとも自然的な話してる、ちょっとなんか2種類意味があってちょっと何とも言えないんですけど、こっちの方は成功したものだけに許される優雅なひとときを過ごしたいね。なるほどあ、もうなんかもうこの人今ハハハハみたいな感じで笑ってたねクラシックで美しいものを眺めてのんびりとしたいわ、のんびりとしたい、クラシックで美しい系、どうだろうね。前回ね、結構ねオレンジの部屋作りましたもんね。バスケット素材の家具を集めてほっこりした空間で暮らしたいな。そういえばこの人結構来るけど今まで一回も別荘作らなかったよね。でこっちの人はロボット怪獣のバトルきっと大興奮しちゃうな。なるほど、いや、どうだろうね。なんか、いい香り、いい匂いがして、心が安らぐリゾートもちょっと作りたいんだけど、ちょっと、まあ、そんなに来てくれるならっていうかね、いずれ多分作る予定ではあると思うんですけど、この方にしましょうか。あ、匠ライフの、風が気持ちいいですね。ね。思い切って言っちゃいますけど、私、別荘を建ててみたいんですよね。お聞かせください。本当ですか？善は急げと言いますから早速お願いします。そうです、よし、じゃあお任せください。さあ、あんこ様、お世話になります。そうです、私の希望としてはこういう感じなんですけど、ということで本日はあんこ様バスケットに包まれてやっていきましょうか。バスケット、なるほど、バスケットのなんかそういう家具的な、そういう感じですか。なるほど、バスケットに包まれて珍しいななるほど、素敵なイメージですね。ではムーポンちゃん、ロケーション選んで差し上げてちょうだい。え、どうしよっかな、バスケットに囲まれてでしょ、どうなんだろうね。なんかタオルバスケットとか使ってるから、なんか海とかでちょっと海上がったタイミングでちょっとね、バスケットからタオル取って体拭いたりとか、あとはバスケットに入ってるね、ご飯とか食べたりとか、なんかね、そういうなんか遠足チック的ななんかね感じで過ごせたらなみたいな、そういうところがあるので、ね、まるっと浜辺にするか半分浜辺にするか、多分この辺になってくると思うんですよね。か、こういうところちょっと広々みたいな、そういう感じですけど、ちょっと今回ここの半分浜辺にして、海から出てバスケットのタオルを使って体拭いてみたいな、あとはちょっとね、まあ
風を浴びながら、ね、美味しいサンドイッチ的なのを食べたりとか、そういう感じをちょっとね、イメージして作っていきたいので、ここにしましょうか。ここにする。はい、良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。そうです、こちらにご用意させていただくベストですか。1階建てか2階建て、どちらをご希望されますか。まあ、希望はいつもないでしょう。どちらがいいと思いますか。そうです、じゃあ1階建てで一旦作りましょう。いいですね、じゃあ1階建てにしようかしら。そうです。ではあんこ様、別荘の場所のも建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。むぼちゃん、あんこ様を現地にご案内してね。よろしくお願いします。よし、じゃあバスケットに囲まれてバスケット置きまくりたいなってことらしいんだけど、いやどうなん、それ住みよいのかは果たして諸説あるんですけど、わあいいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるのか楽しみです。そうです、それではどうぞよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いします。よし、じゃあ全部室内に届いてるみたいなので、まずはオーダー家具見ていきましょうか。さて、それでは家具開けていきましょうか。ドン、あー、フルーツバスケットで、ランチバスケット的なやつで、タオルバスケットかな、おそらくこれは。チラチラ、あ、ピクニックバスケットですか。なるほど、ラタンのタオルバスケット、フルーツバスケット、どうしようかな。室内、そっか、結局さ、なんか室内もそういうなんかあれですよね、なんかキャンプ的な感じにできたりとかで、意外とピクニックバスケットがハマるかもみたいな、そういうところもあるので、ちょっとどうしようかなというとこなんですけど、こういうのもバスケット扱いなのかなカゴは全部バスケットっていうことでよろしくて、多分そうかな。ボール入れ。これもカゴってことよね。で、バスケット。あ、そっち。これ多分バスケットゴール。カゴでありつつ、バスケットボールみたいな、そういう感じなんよね、おそらく。で、竹のカゴ、ピクニックバスケット。いやー、なんか、すごいね。で、ラタンとかは、まあ、同じような感じでしょ、みたいな。まあ、同じような、ね。形というかね、素材してるから、まあ、もう全部一緒みたいな、そういう感じっぽいね。ラタンのベッド、乳母車もあれか、なんかそういうカゴ的な感じで、で、ペットのベッド。あー、なるほど。っていう感じで、まあ、こういう感じが寄ってると、バーゴラがあるのはちょっとよくわかんない。なんだろうね。わからん。完全に好みの問題なのかな、みたいな、そういうところはありますが、カゴ、リース、っていう感じ。なるほど。じゃあどうしようかな。とりあえず、まあ、壁紙考えてからちょっとね、コンセプト考えたいなといったところなんですけど、クラシックな壁紙。あー、なるほど。可愛らしい。もうとにかく可愛らしいと。ラタンの床あんぞ。へー、なんかすごい。竹ひごっぽい。なんか、すごい、なんかヘリの方とか、バキバキに割れそう。ね、バキバキに割れてめっちゃ足に刺さりそう。大丈夫か、それ。で、裏庭の壁。なるほど、裏庭がこんな感じです。で、ちょっと待ってよ。ここじゃなくて、ロープネット。おー、なるほど。なんかすごい、なんだこれ。なんかジャングルジム的な、なんかね、そんな感じの形してますが、あとはオリエンタルなラティスト。なるほど、なんかまあカゴっぽい感じですよね。うーん、どうしよっかな。結構ね、まあ今回ちょっと立地的に、なんて言うんですか、海の近くで、かつ緑もちょっとありますよみたいな、そういう空間にしましたので、この辺のピクニックバスケットとかタオルバスケットに関しては、室内じゃなくて外に置くという選択肢が全然ありなんですよね。全然ありなので、外に置きたい。いや、ちょっと待ってよ、今回せっかくやから、何、なんかね、ボックスのシャワー、あれちょっと配置したいなっていう感じがあるので、で、その横にバスケット配置したいなみたいな、そういう感じがあるので、っていうわけではないんですけど、ちょっと室内ちょっと可愛い感じにしてる。クラシックな壁紙で、で、そっか、こっちの床が見てなかったが、ヘリンボーンな床、あ、
アイアンパーケットというか、で、ハニカムタイル。ハニカムタイル。ほう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 。これなんか似たようなやつなかったっけ？なんだろうね。なんか、色ついてるやつなかった。なんか、そんな記憶が若干あるんですけど、ロープネットの役。うわ、すごい。あ、もう落ち着かないね、これは。まあ、とりあえずっていうわけではないが、どうしようかな。たまにはこういうおすすめからごそっと選んで、で、おすすめでない家具どんどん置いてみるみたいな。おすすめでない家具置くなや、みたいな。そういうところはあるんですけど、まあ、おすすめでない家具というか、何、タオルバスケットを最大限に活用するために、ね、シャワー。あれ、なんていう家具だっけ？なんかね、ボックスになってて、で、中でシャワー浴びれます、みたいな。あ、ちょっと待って、ずっと下入力が入る。治った。あれ、どの辺にあんねやろね。結構大物家具なんですよね、しかも。やから、そもそも分類がシャワーとかあったりするんかな。でも手洗い、なんかね、洗面的な何かとかと一緒にみたいな。ある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 、ありますね。洗面の近くありましたね。想定通り。シャワーブース、ドーンと置いて、で、まあ、これ、上？あ、上置けへんねや。へぇ。もうここの上には何も置けないですよっていう感じらしいので、まあ、こういう感じで置いて、まあ、これに関しては、床置きするか、それとも、まあ、なんていうの？ちょっと高めに、ね、ちょっと台の上に置くかはちょっと悩ましいんですけど、で、ここら辺は外に飾るっていう感じでしたいので、一旦ちょっとこの辺の家具と壁紙をちょっとベースにちょっと作っていきましょうか。で、広さに関してはちょっとね、そう、なんか特にあれがなければ88みたいな感じでやってましたけど、一旦6でやってみる。で、足りなければちょっと広げちゃうみたいな、そういう感じでいきましょうか。ので、テーブルがどうしようかな。ちょっと待てよ。そっか、家具とかもそうなんよね。バスケット的な。結構ラタンのベッドも大きいな、みたいなところあるので、ちょっとうまく配置していかないと、大変ですよ、みたいな。そういうところはあるが、まあ、こう向きにして、で、あとはテーブル。あー、ローテーブル。なるほどね。ラタンのローテーブル。ラタンのソファー。っていうのが使えますよと。スツールがある。ちょっと待ってよ。スツールにするか。サイドテーブル。サイドテーブルの上に、こうして、あ、増えた。こうして、こうみたいな。うん。まあ悪くないね。どうしよっかな。なんかね、便利さで言うと、どう？ガチャって開けて、なんかここ、ポタポタしながら、ここを取るの嫌じゃない？で言うと、なんかラグ引く？ちなみにラグは、あ、もうこういうあれなんや、普通のラグとか、シンプルマット M。なるほど、こういう。あー、でもいいけどね、いいね。か、ちょっとコンパクトめか、っていう感じですよね。ロープネットのやか、これはラグではない、ツルのラウンドラグ。あー、これはこういうラグ。あー、なるほど。こういう感じにして、ここちょっと、ここで足拭いて、で、タオル取ってみたいな。そういう感じはできるね。ちなみにこれは、このカゴの色がこういう感じで変わりますよと。どうしよっかな。ちょっとライトブラウンにしてみる。この台よりもちょっとね、明るめにしちゃって。で、ラグに関しては、そうっすね。なんかでもどうだろうね。なんかちょっと綺麗っていうか、すっきりした感じに、なるので、ちょっと可愛めのラグを置いてもいいのかな、みたいな。さじ加減によるみたいなところあるんですけど、こういう。散々置けるな。散々する。か、なんか、それともなんかね、可愛い形のラグ。可愛い形のっていうと、もうこの辺のフルーツ系になるんですけど、そうっすね。なんか、桃とかをこうやって置くと、
あ、ここをガッて開けて、ガッて開けて、で、ここは足拭きながら、で、ちゃんとね、ラグ拭きながらこっちも行けるので、うん。ラグをちょっとタオル代わりにしようとしてる節ありますが、まあ、こういう感じありですよね。こういう感じありですし、お星様ラグとか、お星様ラグ。そうですね。悩ましいね。どうだろうね。むず。いや、そう。どういうラグでもちょっとね、なんか置けちゃうところがちょっとむずみたいな、そういう感じはありますが、まあ赤はちょっと色濃すぎるかなって感じがするので、黄色する？黄色置いとく。黄色こんな感じで置いて、で、あとは、バスケットな、ローテーブルして、ローテーブルして、ソファー?こう。こうなると、そうっすね。結構、そうっすよね。なんか壁紙と床板に関してはバスケット感を全然出してないので、まあ、結構家具に関してはバスケットガンガン置いていきたいが、なんとなくよ、なんとなくというか、すごいね、なんかここの床板が、なんだこうね、ね、こういう木製の家具を置くと、ちょっとね、なんか溶け込みすぎてしまう感じがあるので、こういうラグも引いていくか。あ、ちょっと待って。これ縦にならないっす。縦にならないっす。ちょっと待ってよ。一旦片付けて、こうする。こうして、で、そこに 3×3 が置けると。そう、そこはね、もうラウンドマット絶対みたいな、ところあるんで、結構ギリやなって感じしますけど、こういう感じで置ける。で、あとは、収納置けますが、みたいな。そうですね。で、どうしようかな。今こうやって置いたけど、ソファーをこっちに持ってきて、こうです。で、ここにテレビ置くはありです。どうしようかな。手前からこうか。ちょっとこっち向いてる感じでいきましょうか。こっち向いてる感じで置いて、で、ここに、そう、背中側にちょっと収納置こうみたいな。そんな感じでどう？収納が、ラタンのクローゼット。ラタンのクローゼット置いて、これを、今床とこうやって溶け込んでるから、なんかちょっと違う色。白とか。白。ああ、でもそうすると今度壁と、壁に消えてくんだよな。ちょっと真っ黒にする。真っ黒。むずいね、これ。なんならもうちょっとなんかね、そう、ラグ欲しいけど、空間的にちょっとね、もう限界みたいな。そういうところがあるんで、ただ、ここの水回りって言ったらいいのかな、シャワーブースに対しての、この、まあ、タオルまでの動線のラグはちょっと僕の中で絶対かな、みたいな。そういうところがあるんで、ここの空間をこうするか、ちょっとどうだっていう感じなんですよね。でも、こうしとく。ちょっとこう。こうして、こうして、ってなると、ここのクローゼットの色で調節して、どこしましょうみたいな、そんな感じなんですよね。グレーとか。あ、グレーでもいいけどな。グレーありですね。それかライトブラウン。ライトブラウン。まあ、ライトブラウンになると、あれでも白よりはなんか消えない感じする。なんとなく。あ、ライトブラウンどっちにもいけるんですよね。この壁紙に対してでも、床板に対してでもみたいなところがあるので、こういう感じ。このカラーでいく。このカラーでいって、
で収納が真後ろにあります。なんか置く、なんか置くって言ってもあれやけど、ラタンのクズカゴは置きたいが別に置きたくないみたいなそう、どっちでもいいんだよなみたいなところあるので、スツール置いてここの上に、ちょっと待てよ、なんかカゴっぽい音響機器とかってない？ないか。いや、わからん。なかったっけ？ちょっと見てみる。この辺。ん？音響機器がそもそもゾーンになかった。ちょっと待ってよ。ゾーンになかった。ないはずはない。ないはずはないので、あれか途中から見たからかな、みたいな。ああ、こういう系か。高級コンポ、積み木コンポ、マルチコンポ、ギリ竹のスピーカーなのか。竹のスピーカーはもはや竹やけどカゴではないんだよな。いや、まあ別にもうなかったら竹のスピーカーになりますけど、ないか。ちょっと待ってよ、この辺ですよね。キュートなオーディオプレイヤー。そうなるともう何を選択してもみたいな感じになるんで、ちょっと今日キュートなやつを置く。こんな感じで置いて、なんかね、何、ラグもピンクやし、ちょっとなんかここだけ、こちら側だけちょっとなんかピンクみたいななんかピンクみたいな、なんかそんな感じで置いてしまって、であとは、ここの、ね、床というかね、なんか空間、どうしようかな、みたいな、そんな感じですけど、テレビを何かの上に置くか、壁掛けで置くか、っていう選択式になるんかなって感じなんですけど、ちょっとそこはあれなんですよね、入り口にはみ出すので、やったら壁掛けで、そう、いや困った時の壁掛け50インチみたいなそういう説がなくはないんですけど、なんか壁掛け50インチ赤の登場率高くねみたいなそういうところあるんですけど、こういう感じにして、で、そうなんだっけ、なんかフルーツバスケットを置けるんですよね。フルーツバスケットはオーダーではないのか。あ、フルーツバスケットもオーダーなのか。フルーツバスケット置きましょう。フルーツバスケットちょっと室内に置きたい。こういう感じで置いて、でちょっとフルーツすげえ勢いでバクバク食べながらテレビ見てみたいな。で、ちょっとね、気が向いたらちょっと外にお散歩行きましょうみたいな。そんな感じで行きたいので、結構ね、なんかシンプルに、こういう感じになりましたみたいな。で、どうしようかな。これ今、ベッドが今ね、まあ布が白いくて、なんかそのまま置いてるから、まあなんか、ちょっといいなって感じはするけど、ああ、そっか、そこのカラー、布地のカラーも変わるんか、こうすると。ちょっと待って、ホワイトにして、っていう感じもいけるし、グレーと、グレーと黄緑とかもいけると。どうしようかな。ライトブラウンとブルーとかもいけるんですよね。悩ましいな、これ。待てよ。ちょっとベッドの存在感消しとく。こうやってちょっと溶け込みつつみたいな。そんな感じでちょっとベッドはなんとなく置きたいな、みたいな。ちょっと、ふうに思ったので、ベッドはこのままのカラーでいきましょうか。よし。じゃあ、あとは、壁掛け系、天井系。ちょっと置きたいのがあるかなみたいな感じですけど、むしろこの辺、こういうのってなんであるの、なんでなんだろうね。なんかカゴのやつがあるんじゃない。あ、カゴのやつある。なるほど。あ、こういうの置きたいけどな。ちょっと待ってよ。ベージュ、これもカゴですよね。ベージュにして、どうだ。ちょっとベッドこっちに寄せる。いや、でもどうなんだろうね。ちょっとね、空間的にちょっと66はね、なんかそこまで余裕ないかなっていう、なんかこれが限界かなっていう感じがあるので、ちょっとこんぐらいにしとこうか。で、
バスケットのゴールとかね、ちょっと面白いんだけどね、面白いんだけど、まあ、今回は違いますよと。のでウッドペンダントライト、こういう、まあここ食べてるゾーンのここに置いとくかね、こういう感じで置いて、色味に関しては黒にしよっかな。ちょっと上の方やし、ちょっとね壁紙明るいからちょっと黒っぽい感じで置いちゃおう。であとは時計がないが、なんか壁掛けの時計でそういうのなかったっけ、なかったっけっていうと、多分候補にオーダーにないということはないんだろうな。振り子時計とかだって普通の時計ですもんね。だからそうですね、どうしようかな。ウツボカズラ、なんかせっかくやから、でもそうなんですよね、この壁紙が結構あれやから、なんかシンプルめな家具、そうシンプルななんかデザインの、あんまなんかね柄を足すっていう感じではないので、なんかシンプルな感じを着たいなみたいな、そういう思惑があるので、振り子時計置くか。振り子時計ちょっとね濃いめで、でシャワー浴びて、上がってタオルでちょっと拭きながら、今何時頃みたいなそういうのとかちょっと確認できるように、ちょっとそっちに配置しとこう。まあ、こんな感じで、室内はこんなもんじゃないでしょうか。で、室内、まあ、この辺にして、次。お外。あ、そっか。エフェクトはいい。お外行きましょう。よし、じゃあ、お外をちょっとやっていきたいんですけど、まあ、外観どうしようかな。さっきの感じでしょ。ちょっと中が可愛らしい感じやったんで、なんかこういう可愛らしい。これ。このパターンにして、で、色がね、ちょっと黄色屋根する。あ、どうだ。オレンジ石屋根。あ、石屋根とかもいけんねや。ちょっと待ってよ。オレンジ石屋根で、で、今、白がすごく使いやすそう。使いやすそうやけど、オレンジ土壁、黄色漆喰、ミントブルー、ブルー行きましょうか。で、ドアが素朴なドア。メープル素朴、黄色シンプルかなあ、メープル木組み。よくあるドアの黄色行きましょうか。よくあるドア黄色行って、で、結構いろいろ置ける。いろいろ置けるが、どう？なんかこっちの方がカゴっぽくね。なんかね、いっぱい巻いてる方がカゴっぽい気が勝手にしてるんで、ちょっとキノコのリースとかかけちゃうか。キノコのリースかけました。はい、こういう感じで、あとはね、ピクニックバスケットと、あとラタンのタオルバスケット。そう、ラタンのタオルバスケットをここに置きたいがゆえに、ここのねビーチを選択しましたので、ちょっとこれ使っていきましょうか。で、これを使うにあたっては、ラグで、ちょっとね、今まで出番がなかったラグ、詰まった。そっか。ラグ置けへん。え？いや、それさ、欠陥じゃない欠陥じゃない？ちょっと待って。そうやんな。え、ビーチタオルとかさ、何？ビニールシートとか置きたくない？あれ？ちょっと待って。ないよな。ないっすよね。いや、ここを全てにするとあんのか。待ってよ。服。服とかがあるということはあるんじゃない？お願いします。あってください。なさそう。ないか。待てよ。名前順、あいうえお順にして、で、結構下。この辺はシンプル。まだ C か。ここ。ノールディック、もうちょっと。はぁ、ビーチサンダル。あ、ビーチタオルある。ビーチタオルあんぞ。
ビーチタオルあるし、ビニールシートない。とりあえずビーチタオル。ちょっと見つけたからビーチタオル。あの、ビニールシートないね。これあれか、小物的なやつやから、ビーチタオルがあるのかな。ちょっと、その辺わかんない。引けなかったっけ？ダメか。ビニールシート引きたいなと思ったんですけど、まあ、ダメなので、ちょっとビーチタオルと、こういう、ビニールチェア。ビニールチェアちょっと諸説ある。諸説あるけど、とりあえず、ビーチタオルの横に、こういうね、ラタンのカゴは置きたいので、手前？奥かな？奥。奥にして、こう真ん中、こう。で、タオルの柄はどうしよう。ちょっと、レッドストライプにしましょうか。レッドストライプにして、で、ま、こう、ザバーンって入って、よーし、ふきふきみたいな。で、ここの上座ってみたいな。ここの上座って、ここの上座って、じゃあ、これもこう。こう。ちょっとこれ別で置くか。ここの上座って、なんか缶ジュース的な、缶ジュース的な。空き缶っていうか缶なかったっけ？なんか小物ですよね。あ、瓶も捨てがたい、ディスプレイボトル。瓶も捨てがたいし、まあ、なんか飲んでてほしいな、みたいな。こういう、ペットボトル飲料か。ペットボトル飲料置きましょうか。ペットボトル飲料を、まあ、タオルの横に置いときましょうか。こういう感じ。こう。うん。で、透明。まあ、中は透明でよくて、ブルー、ライトブルー。まあ、オレンジにしましょうか、今日。なんとなくオレンジにして、で、これはビニールチェア、ビニールチェアも置けるが、どうしよっかな。なんかパラソルない？パラソルありましたよね。いや、パラソルとパラソル付きベッドみたいな、なんかそういうのが候補にあった気がするが、あーですよね、パラソル付きビーチベッドあるし、どうしよっかなみたいな。あー、悩ましいね。そっかそっかそっか、パラソル付きビーチベッド置きますか。これ、こうして、そうなると、まあ、このチェア最悪なくてもいい。最悪なくてもいい。ので、こうして、パラソルのカラー赤にして、ブルーみたいな、こういう感じ。ちょっと日差し避けながら、みたいな感じにして、で、こっち側で、ちょっとこういうなんかね、ビニールチェアでなんか簡易的な、なんかそういう、簡易的なちょっとゆったり空間みたいな。そう、簡易的なゆったり空間を作りたいので、なんか簡易的なテーブルが欲しいなみたいなところなんですけど、こういうやつか。TB トイ。TB トイっていうのがちょっと簡易的な何なのかわかんないけど、アウトドアテーブルありますね。アウトドアテーブルするか。アウトドアテーブル置いて、で、ここの上で、まあ、こういうピクニックバスケットで、まあ、なんかいただいてますよみたいな。うん。ちょっと緑にしとく。緑にして、ここの椅子は、ちょっと黒にしてみる。ちょっと、椅子とピクニックバスケット、ちょっとシックな感じ。うん、とりあえず、ここは置いた。で、海辺の方も置いた。あとは、なんかね、ちょっと飾り付けみたいな、そんな感じになりますよね。よし。で、お庭に関しては、お庭も室内もそうなんですけど、ちょっと落ち着いた感じの、何やらを置いていきたいな、みたいな、そういうところがあるんですが、候補どうなんだろうね。乳母車せっかくやから、ちょっとこうやって置いとく。ちょっとね、ここで。一緒にちょっと自然を感じながら、まあ、ちょっと美味しいもの食べてみたいな、そんな感じでいこうか。ので、ブルー、ピンク、イエロー、
ブラウン。ピンクにする。ピンク。そう、可愛いよりに。可愛いよりにして、であとは、ドレッサー、クズカゴ、モンステラ、鳥カゴ、ピクニックバスケット。そうっすね。なんか、どうしよっかな。ヤシの木生やす。ちょっと、ヤシの木。ヤシの木を、こんな感じ。もう一歩、ここ。どうだ。ここ。いやーでも、そこちょっとなんか空間欲しいから、こう。で、これをこう。ちょっとずらし感。こう。まあ。ここはね、なんか区切られてはいるけど、まあ、ヤシの木は自然物やから、多分根っこは向こう行ってる。根っこは向こう行ってるけど、まあ、ギリギリまでちょっと配置してね、みたいな。ちょっとね、ちょっとそういう土地の権利関係ですごい揉めそうな。揉めそうなあれなんですけど、まあ、こういう感じで置いて、あとは、お花生やすか。お花生やす。そうっすね。なんかね、せっかくこうお庭でちょっとピクニック気分味わえるなら、なんかお花生やしててほしいなみたいなところはあるんですけど、どうしよっかな。ちょっと一旦横になっといてもらって、ここの背後になんか植える低木。まあ、やっぱね、海といえば夏でしょみたいな感じなんで、ちょっとハイビスカス植えていくか。ハイビスカスを、こんな感じで、こう。こう。こう。ちょっと一個開け。一個開け。一個開けでこう、みたいな。セットで、もう一歩。ここ。もう一歩か。ここ。こう。こういう感じ。で、そう、舗装はしない。ちょっと緑をちょっと堪能するために、舗装はしないで、なんか、ここが、キワキワすぎるので、ちょっと一歩ここに寄せるか、一歩ここに寄せて、あとはここに、なんか花植えたいな。赤いやつ。赤い、パンジー。赤黄色パンジー。そうっすね。か、白いやつ。赤黄色パンジーにしましょうか。赤黄色パンジー。赤黄色パンジー。こう。こう。2個。これも開いててほしい。いや、どうだ?微妙やな。こう。こう。まあ、ちょっとこう2個。2個こう。2個こうして。あとは、なんか、ここの前に街灯的な、街灯というか、低いガーデンライト。そう、ガーデンライト置きたいなって感じがするので、これ月とかが今あったっけ?月がある。あ、でも月はあれか、ライト扱いではないのか。あれ?ちょっと待って、ここまで来ちゃう。ちゃう、家具で見て、この辺か。これかな?ちょっと待ってよ。他、なんかいいランプ。ピスケスのランプとか。そう、相変わらずピスケスが何なのかはよくわかってないけど、ピスケスのランプ置く。こうして、これこっちかな?なんかこっちにこうやって置くか。こうしよう。で、ガーデンライトを、こういうちょっと縁。で、ガーデンライトの足元だけ、ちょっとなんか工事しとく。工事というかね、石畳を1マスポン。あれ?あ、なんか微妙な配置になってる?これもしかして。そんなことない?むしろあれか。1マスポンして、こうみたいな。こうしよう。ちょっと、ちょい開け。ちょい開け。ま、こんな感じじゃない?ね。背後もできてる。ここでピクニックも満喫できます。
で、ビーチも満喫できますみたいな。ビーチ満喫。ビーチ満喫どうしよっかな。ちょっとステージライト置いとく。ちょっとこっち、ちょっとね、夜になると危険なので、ちょっとこういう光源置いとこう。うん。こう、横向きやったら許される。本当か。ちょっと諸説あるけど。グランドライトをビーチに置くという。いや、うちの島でやってるけどね、それ。まあ、いや、なくていいならば置いとくか。いや、そう、そのなんかね、そう、夜じゃないからちょっと分かりづらいみたいな、そういうところがあるけど、なんかこういう感じでちょっとグランドライト置いてますみたいな。うん。で、ビーチベッドとかは、まあ、いい感じに置いてますみたいな。なんかそんな感じで行こう。うん、さりげないね、そういうちょっと、夜は、ちょっと暗くて危ないけど、こういうライトとかちゃんと埋まってたりとか、するので、安心して、ちょっとね、夜でも海満喫できますよ、みたいな。うん、そんな感じで行きましょうか。よし、じゃあちょっとね、外もできましたので、報告、行きましょうか。一旦帰ります。よし、それでは報告しましょう。どうでしょうか？完成しました。わあ、ありがとうございます。今回結構早かったけどどうだい？長時間お疲れ様でした。いつも通り。丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです。そうです。うん。室内は、まあ室内も外も結構ね、ゆったりめみたいな、そういう感じで作りましたが、見ていきましょうか。さて、それでは、あんこ様、バスケットに包まれて、結構ね、こう 6×6 やけど、まあ、置きたい家具をね、こうずらっと置いてみたいな。あー、アイス取り出した。せっかくフルーツ置いてたのに。さあっていう感じ。そう、室内もね、今回は結構その要望に寄せた。そう、いつも寄せなさいよみたいな感じはあるんですけど、今回ちょっと思い切ってね、要望に寄せた感じでやっていきましたので、素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。うん。お帰りになる前に写真を撮っていきませんか？よし、じゃあ撮らせていただきましょうか。私が映り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね。そうです。よし、じゃあ、ちょっと、まあ、定位置ではないんですけど、そこの椅子に座ってもらいましょうか。座ってもらって、で、もう視点に関しては、ちょっとね、顔が見えるように、ちょっとこっち向きでこういう感じで撮りたいので、プロカメラ構える。で、フレーム。こう、日付とフレーム。どうしよっかな。くっきりか、ポップ。あー、ポップ綺麗やけどね。なんか壁紙可愛いからポップありですよね。か、ふんわりか。たまにはふんわりで撮る。ね。なんか結構ね、その家具自体は、なんかそういうね、落ち着いた家具が多いんですけど、まあ、壁紙とかね、ラグとかで可愛いに寄せたので、ふんわりで行って、で、ガイドオフにして、これで、あ、違うんです。こっち。よし、撮った。はい、撮りました。はい、何でしょうか。帰ります。よし、お写真も撮れましたもんね。よかったらまた顔を見せてくださいね。はい、多分ね、次、いや、どうだろうね。結構今回はコンセプトに合わせて作りつつ、居住空間もできたんで、果たしてみたいなところはありますが、まあなんか遊べる空間とかね、2階に作ったりとか、そういうのも面白そうなので、まあちょっとね、リフォームお待ちください。ムポンちゃんお帰り。はい、今回のお給料ありがとうございます。オンに切るぜ。よーし、ありがてえ。うん。よし、とりあえずね、一旦終わりましょう。まあ、一旦終わりましょうと言いつつ、多分即話しかけてることになるとは思うんですけど、ということでね、今回はこんな感じでベスト作っていきましたが、またね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。